タイのサイアム駅に現れたナンバーアンダーラインアイ広告が話題。ファンの心をつかむ秘密とは、バンコクの街中にナンバーアンダーラインアイ。サイアム駅広告で見えたファンの熱い思い。タイのバンコクにあるサイアム駅は、現地でも観光客にも非常に重要な交通拠点であり、ショッピングモールや観光スポットが立ち並ぶ中心地です。ここで最近、大きな注目を集めたのが、 ナンンンバーアンダーラインアダライの広告ですこの広告は駅の2階と3階のホームから見える位置に設置されており、タイ語も含まれているため、地元の人々にも自然に受け入れられています。しかし、この広告が注目されたのは単なるその設置場所や規模のためだけではありません。ファンたちはこの広告に対して強い感情を抱き、SNS でその瞬間を共有し合うことで、 広告が一種ののファンン同士のコミュニケーーションツールとしてて機能すするようになっていますタイのファンたちは、この広告が設置されたことで、ナンバーアンダーライン愛の存在が自分たちの生活圏にまで広がっていると感じ、その瞬間を写真や動画に収めて SNS で共有しています。あるファンは、サイアム駅で広告を撮影しながら、何年もタイに行けていないが、この広告を見て懐かしさを感じたとコメントしています。 彼女はタイが大好きで、バンコク滞在時にはいつもサイアムスクエアのあたりを通っていたと語り、広告が設置されている場所に特別な感情を抱いています。このように、広告は単なる宣伝の役割を超えて、ファンの記憶や感情を呼び起こす装置としての役割を果たしているのです。また、他のファンたちもこの広告に対して様々な感想を述べています。あるファンは広告を見て、 ナンバーアンダーライン愛の存在がタイでどれほど大きくなったかを実感し、別のファンは世界中のファンがつながっていると感じると語ります。これらのコメントは、広告が単なるマーケティング手法にとどまらず、ファン同士の絆を深める重要な要素となっていることを示しています。SNS を通じて広告の写真や動画が広まることで、ファンは物理的な距離を超えてつながりを感じることができるのです。特に興味深いのは、 タイだけでなく他の国々でも、ナンバーアンダーライン愛の広告が設置されており、それぞれの国のファンがその瞬間をシェアし合っている点です。例えば、インドネシアのジャカルタでも同様に広告が設置されており、現地のファンがその写真を SNS で共有しています。これにより、世界中のファンがリアルタイムで、ナンバーアンダーライン愛の存在感を感じることができ、 広告が一種の国際的なコミュニティの象徴として機能しているのです。このような広告の展開には、いくつかの重要な心理的影響があると考えられます。まず、広告が設置されることで、ファンは自分たちの地域でも、ナンバー・アンダーライン愛が認知されているという実感を持つことができます。これは、彼らにとって非常に重要な感情的な満足感をもたらす要素です。例えば、タイのファンが自国で、 ナンバーアンダーライン愛の広告を目にすることで、自分たちが世界的なアーティストの一部であるという誇りを感じることができます。この誇りは、彼らがさらに、ナンバーアンダーライン愛を支持し続ける動機となり、ファンダムの成長に寄与します。また、このような広告キャンペーンは、ファンの間でのコミュニケーションを促進する重要な役割を果たします。SNS を通じて広告の写真や動画が拡散されることで、 ファン同士がその瞬間を共有し、共感し合う機会が増えます。例えば、タイの広告を見た日本のファンが、私もいつかタイに行ってこの広告を見たいとコメントすることで、国境を越えたファン同士のつながりが生まれるのです。これにより、ファンダムは単なる国内の現象ではなく、国際的なコミュニティへと発展していきます。さらに、このような広告は、ファンにとって一種のイベントとしても機能します。 広告が設置された場所で写真を撮影し、その瞬間を SNS で共有することが、ファンにとって特別な体験となるのです。あるファンは、駅のホームから広告が見えるのがとても大きいと語り、その広告が日常の中にある特別な存在であることを強調しています。彼女はまた、駅のアナウンスが大音量で流れる中で広告を撮影することの難しさについても言及しており、 その瞬間を捉えるための努力がファンにとって重要な意味を持っていることを示しています。このように、広告は単なるビジュアル的な存在ではなく、ファンにとって感情的なつながりを生む重要な要素となっています。それは、ファン同士の共感や共有を促進し、彼らがナンバー・アンダーライン愛と共に成長しているという感覚を強化するものです。この現象は、今のデジタル時代ならではのものであり、 SNS を通じててファン同士がががリアルタイムでででなるるるこことときるからこそ可能となっているのですまた、広告の背後には、ファンのエンゲージメントを高めるための戦略が隠されています。広告が設置されることで、ファンはその場所を訪れ、自分の目で広告を確認するという行動を起こします。そして、その瞬間を SNS で共有することで、他のファンたちにもその体験を伝えることができるのです。 これにより、ファン同士が同じ瞬間を共有しているという感覚を持つことができ、ファンダム全体の結束力が強まります。さらに、この広告キャンペーンは、ナンバーアンダーライン愛の国際的な影響力をさらに強化するものです。タイやインドネシア、日本など、様々な国で広告が展開されることで、ナンバーアンダーライン愛の存在がグローバルな規模で認知されるようになります。これにより、 各国のファンがナンバーアンダーライン愛を自分たちのアーティストとして誇りに思うことができ、ファンダムの国際的な広がりが一層加速します。このような現象は、エンターテインメント業界における新しいファンエンゲージメントの形として注目されています。従来、ファンとアーティストの関係は一方向的なものでしたが、現在ではファンが積極的に関与し、 広告や SNS をを通じて自分たちの存在を示すこととができる時代となっています。このような双方向の関係性は、アーティストとファンの間に強い絆を生み出し、ファンダムの成長を促進する重要な要素となっています。最終的に、このナンバー,アン,ダーラインアイのタイにおける広告キャンペーンは、単なるプロモーション活動にとどまらず、ファン同士のつながりを深める重要な役割を果たしています。広告が設置されることで、 ファンは自分たちの地域でも、ナンバー・アンダーライン愛が認知されているという実感を持ち、その瞬間を共有することで国境を越えたコミュニティの一員であることを感じます。この現象は、今後のエンターテインメント業界におけるファンエンゲージメントの新しい形を示すものであり、SNS やデジタルプラットフォームの力を活用することで、ファンとアーティストの関係がますます強化されていくことが予想されます。ナンバー・アンダーラインイの成功は、 単なる音楽やエンターテインメントの枠を超えたものであり、彼らの存在が世界中のファンにとって特別な意味を持つことを示しています。タイのサイアム駅での広告キャンペーンは、その一例に過ぎませんが、これからも、ナンバーアンダーライン愛の影響力はさらに広がり、多くの国でファンたちの心をつかみつけることでしょう。そして、彼らの音楽やメッセージが、これからも多くの人々をつなぎ続けることは間違いありません。